自衛隊法第95条に基づきます、防衛に資する活動、95条の議論におきましてその <coughs>、自衛隊以外の米軍等の武器等の防護のあり方について議論がされていると承知しておりまして、その中で我が国の防衛に資する活動という考え方が示されております。<coughs> 95条そのものは、あの先ほどお尋ねありました、その新事態とは直接関係はございませんで、いわば平時におけるその武器等を防護すると、まあ、そういう権限でございます。自衛隊の場合におきましては、自衛隊が存在して武器等を持っている限り、地理的制限は全くございません。まあ、平時の権限でございまして、戦う権限ではございませんで。これをその米軍等の武器等を防護するということになりますと、 それはやはりその我が国の防衛に資する、そういう活動に現に従事している米軍等の武器等という制約が必要であろうというふうに理解しております安倍内閣総理大臣。あの今、大塚委員が聞かれたのは95条ということではなくて、あの地理的概念ということだろうと思います。で地理的概念について言えばです、ね、例えばば例の一部 を容認する中において、行使するということについての知的概念もございますし、周辺自体安全確保法に関わることもございます、あるいはその他の広報支援等に関わること等々がございます、その知的概念の整理につきましては、まさに今、与党において議論をしているところでございまして、法案を提出する際にはですね、それぞれお答えをさせていただきたいと。 提出をさせていただ、く際にそれおれ答えをさせていいたただとます大塚平君いやあのまさしく今日方針を決めて、これから法案を作るんで、例えば今申し上げたような点が大いに懸念されるということを理解していただいて、このあと適切に対処していただければ、それはそれで結構だと思いますよ。だから、新事態というものの認定が政府の裁量に委ねられるという点。 それから地理的制約はないということがだんだんはっきりしてきた点、そして、えー、他国軍支援、武器使用等が基準が拡大される、これは PKO でもそうです、武器使用に関しては。だからさっきの質問を申し上げたんです。そこで、他国軍支援ですね、我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍の武器等についても、自衛隊の部隊による防護を可能とするという、この新たな任務は、防衛大臣、 あの自衛隊法3条の主たる任務になるんですか、たるる任務になるんですか中谷防衛大臣。はいあのまあそれも踏まえて、ですねあの今、与党でえ検討いたしております大塚平君いや、防衛大臣、ここもちょっと秘書官、今、質問するんで、邪魔しないで、後ろで。大事な点ですよ。多分ですね このまま私たちが指摘をしないと、我が国の防衛に資する活動とか、皆さんの文章には、それらの米軍の武器等は、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に当たりうる場合という、こういうことも書いてあるんでね、これ、ここで指摘しないと、自衛隊法3条の本来任務のうちの主たる任務に皆さんは当て込む可能性があると思うから、今、ここで質問してるんです。 やはりあのいかにです、ね、我が国の防衛に資するといっても、他国軍の武器等を防護する任務を主たる任務に規定してしまっては、これはあ総理のずっと言っておられる必要最小限の集団的自衛権の行使から踏み出す可能性があるので、ここについては。あ 十分に理解をして、ご対応いただきたいと思いますが、もし総理、コメントがあったらしてください安倍内閣総理大臣。あのまず、95条についての改正についてはです、ね、まあ、これはあのそもそも武力の行使ではございませんから、この審査要件とは関わりがないということでございまして、まあ、武器の使用に際して、先ほど議論をさせていただいたところでございます。えー、と同時に、えー いわば、今までの武力行使と一体化しない形における後方支援についての新たな整理、今度は戦闘現場では行わないという整理を行うわけでありますが、これはまさに、これも武力行使ではなくて、いわば一体化しない形における後方支援ということでございます。そして まあさらには PKO 活動等々、あるいは法人抽出のための自衛隊の武器の使用についてのこの議論がされているわけでございまして、その中においてです、ね、他国軍隊の武器等を守るということでございますが、それはまずは武力の行使ではない形での95条の形においてのいわば武器等防護について議論をしているわけでございます。 そして、所得的自衛権の一部行使、容人につきましては、これはまさに三要件に当てはまるか、当てはまらないかという観点から、議論をま行っているということでございます<上>大塚晃平君あの。総理もおっしゃるように、冷静に、あの論理的にこれ、議論していかなくちゃいけませんので、あのもちろん皆さんがあの今日まとめられる武力の攻撃に至らない侵害への対処というコー 5番目に掲げておられる憲法9条の下で許容される自衛の措置、これは分けて、もちろん私も考えてますよ、考えてますが、そこは混然一体となる可能性があるから指摘を申し上げてるんです、ちなみにですね、先ほどこの委員会質疑に入る前に、私、内閣府の副大臣のときにお使いした亀井元大臣から電話が入って、大塚君とこれから国会審議するのかと、安倍さんに伝えてくれとおっしゃっておられました。つまりこの問題は 相手国がどういうふうに見るかということを理解しながら組み立てていかないとかえって国民のリスクを高めるぞ、よく安倍さんにお伝えしといてくれとおっしゃってました、多分今、テレビを見ておられると思いますけれども、つまり、後方支援といって、今までよりより戦場に近い地域に入ったり、